ちゃ。こんにちは。さあ、たっちゃんがね、ピッチャーで入団し、はい、ね、でも打者で2000本打つまで、でもドラフト外なんだよね。外です。劣等感というか、そういうものは感じた？で、なんで俺がドラフト外なんだっていうのを感じた？いや、ないです。ない？ないっていうか、うん、まあ、劣等感っていうのかな、まあ、もちろん、ドラフト外ってかっこ悪いなとは思います。でもさ、その時のドラフト1位が谷繁じゃん。谷繁です。同じ高校生じゃん、はい、だからそういう意味ではすごくなんか劣等感みたいなのを感じたのかなっていうふうに。俺はドラフト3位で、はい、大学からでしょ、はい、それで他の同級生たちが2位とかにかかると、はい、やっぱ3位だと劣等感を感じたんだよ。感じなかった？感じなかったっていうか、そもそも栃木の田舎で、うん、もうほぼほぼ栃木の中で育ってる人間なんで、うん、同い年でどういうすごい選手がいるかってあんまり知らなかったんですよ、うん、だから谷繁の存在も知らなかったので。でも甲子園行ったでしょ。甲子園2年の時行ったので。でも甲子園で体感するわけでしょ、全国のレベルを、はい、だから一つ上の先輩、立浪さんとか野村博さんとか、PL が春夏に2連覇した時のあの1個上の台の選手の人たちがプロ入った時は、すげえ人たちと野球やってたんだなとは思いました。あそこでまあ初めてその全国の凄さっていうのを体感して。でもプロになりたかったわけでしょ。もちろんなりたかったと思ってます。ドラフトないんで、はい、いや、小学校の時はドラフト1位です。そうだろ。ジャイアンツで篠塚さんに憧れてたからね。そうですで、ドラフト外だったわけじゃない。はい、やっぱり劣等感って感じるでしょ。まあでもそれをバネにしたんじゃないの、はい、いや、しましたっていうか、当時ドラフトあの時6位までしかなかったじゃないですか、うん、で、6位まであってドラフト外で3人、僕を含めて3人、当時太陽、うん、誰だった？山口、川口です。山口と川口で9人、うん、ドラフトで入る、うん、のうち7人が高卒だったんです、うんうん、なので、まあ、もちろんドラフトにする、ドラフト何位っていう数字がない、ドラフト外っていうか、なんか外れみたいな感じであったんですけど、まあ、当時高校の時の監督がもう入ってから勝負だからっていうことをずっと言われて、うん、されてきて、でドラフト外で入った選手の著書みたいのを読めって言って読ませてもらって。それは誰だった？当時あの秋山さんとか。秋山浩二。はい、秋山ドラフト外だっけ。ドラフト外。あとだから島田直也さんとか、その他にも、いや、いたんですよ、ドラフト外の、いっぱいいたよね。そうが、もうドラフト外でもこんだけ活躍してる選手がいるっていうのを、まあ、あの監督がそういう本をコピーして、お前これ読めって。でそれ読んで、まあ、僕ももう入ってからが勝負だからっていうので。その時木庭さんだったでしょ、スカウト。スカウト木庭さん。そうだよね、はい、俺木庭さんから聞いたことある。石井拓郎っていうのが入ってくるんだけど、言って、まあ、当時忠則だったんですよ。当時名前忠則だったんですよ。あ、忠則ね。で、こう話をしてて、木庭さんと仲良かったから、あ、そうなんですねって言って、そいつね、センス抜群だからって、うん、なんでドラフト外なんですかって、いや、ドラフト、みんな目つけてなかったんだ、だから外で取れるから外で取ったんだよ。あ、そうなんですねって。ピッチャーで入ってきたよね。そうです。ヤクルトも話があって、うん、でヤクルトは5位で取るって、うん、安田さんがスカウト、うんうん、ただあの時ってヤクルトドラフト1位で川崎健次郎、うん、2位で岡、高知省の岡っていう超高校級のピッチャー1位で取ったんです。もう取れちゃったんで、うん、もう僕の5位それでなくなっちゃったんです。あ、なくなったんだ、はい、でプロに入って、はい、ピッチャー、まあ、ブルペンで投げ出すわけじゃん、はい、キャンプで。どうだった？いや、最初はやっぱりブルペン入って、宜野湾のブルペンで、あの時横何人ぐらい投げてた？ 6 人ぐらい投げてたんですか？まあ、6人ぐらいだね、6、7人、うん、いや、びっくりしました。嘘つけ。いや、本当に。何が？球の速さ？球の速さですね、うん、自分の速さってあんまり分かんないんですよ、うん、ただ横で見てるピッチャーとか誰を感じたの？あの時でもね、
この人たち知らないっていう人、そうなの、まあ、もちろんだって放送でドラフト会で入って斉藤明さんとか遠藤さんの横で投げられるわけないじゃないですか。まあ、最初は2軍スタートか。いや、1軍だった。1軍だったの。あの時全員1軍だったんですよ、昨日。じゃあ誰の隣で投げたんだろうね。僕、塩崎さんとか本間さんとか、わかります、白井さんとか。白井してる遅いじゃん、みんな球。でもやっぱりブルペンで早く感じるんですよ、ね、もう130キロちょっとだろ、みんな。本当に。でもさ、当時ってその高校の時もバッティングにも自信があったわけじゃない。うん、まあまあ、やっぱあったでしょ。まあ、自信があったっていうか好きだったんです、うん、はい、それ何、やっぱピッチャーの方が良かった。いや、僕あの大学行こうとしてたので、うん、で大学行ったらもうピッチャーやめようと思ってた、うん、なんでプロ入ったらピッチャーやめようか。プロがピッチャーとしての評価だったので、おプロ入るんだったらピッチャーでっていうピッチャー評価だったので、うん、ただやっぱりちっちゃい時からもうプロ野球選手になりたいっていうのは夢だったから、これでもしこれを蹴って大学行くなりして、もしかしたらその4年間ってなくなるかもしれないじゃないですか、ね、だから僕はプロに入れるんだらまずプロ入っちゃえと思って、でピッチャーやって、ピッチャーやって、でゲイリーに満塁ホームラン打たれて、そうです、よく覚えてるだろ。井高さんにいつもマウンドで怒られてて。怒ってないだろ俺あのだってまだ高校出たばっかりだったろその時。一軍に来たの、はい、そうだろ、はい、そんな選手は怒らないよ俺が。いや結構怒ってた。怒ってたっていうか、はい、いろいろアドバイスをいただきました、まあ、本当かよ、はい、いやいや、でもその一軍にすぐ行けるなんて思ってなかったの。いや、思ってないです。だからあの本当にキャンプからもう与えられたメニューをずっとこなしてて、であの時ってスタートは全員一緒で宜野湾で、うん、2次キャンプで1軍と2軍に分かれ、2軍が草薙に行ったんです、うん、その時まだ僕1軍に残ってて、うん、そのままずっと宜野湾でキャンプ過ごして、そのあと1軍は2次キャンプって言って草薙行って、うん、2軍は横須賀に戻るじゃないですか、うん、で僕ずっと帯同だったんですよ、1軍。すごいじゃん。草薙からずっとあの西の方のオープン戦に行ったの、行ったりして、それこそあの西宮とかで投げたりしてた、阪急。じゃあ下関にも行った。下関にも行った。俺行ってないんだよ、その時谷繁がホームラン打ったという。ああ、斉藤正樹から。あ、その時僕行ってないです、その残りだったです、草薙に。それはあのピッチャーだからな、はい、ピッチャーは投げない時は草薙でやってて、そう、居残りで、だから片平さんとか、ああ、そう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 、田代さんとか、ああ、まあ、豊さんもいたかもしれないです、いたいた、居残りで、ああ、その四六時投げたりしてました、ああ、懐かしいなぁで、何年目でピッチャーやめたんだっけ。3年終わりです。そのきっかけはちょっとこう別動画でいいか。あ、いいです、大丈夫です。いや、面白いねその話、はい、それから2000本打つわけだからな。いや、だけど豊さんとのエピソードもいっぱいありますから、ね、いや、あるよな、本当な。よし、じゃあ次の動画で大丈夫かなね。はいはい、もうピッチャーの話は言うことないか。ピッチャーですか、だからピッチャーの時はまあ一勝してるよな。一勝、1年目に一勝したんですよ。そうだよ、どこ何戦だっけ。神宮で、神宮で10月10日です。で、あの時三浦さんが先発回避したんですよ。で、稲川さんが突然アップしてる時に三浦かなっつって、ちょっと投げないって言うからお前今日投げろって言われて、ほんで先発して、はい、8回と3分の2投げて。あ、そんな投げた、はい、何球投げてる覚えてる。球数は覚えてないですけど。相手のピッチャーは、相手のピッチャーはあの左の加藤さんです。その時僕は初打席初ヒットだったんです。2000本の初先発初打席初ヒット、うん、初勝利。俺貢献してるかな。俺出てんのかな。いや、出てます。あ、そう、はい、ちょっと調べてみたいけどね。これ出て、調子さんがホームラン打ったんです。その珍しいね。ラッキーだね。ラッキーだよね。はいはい。じゃあまあピッチャーのことはここまでにしておいて、はい、ちょっとね、次はあのバッターのことでね。はい。